どうもチョロです。ポケゴロ PVP の動画上げさせてもらっております。今回はですねラグラージ、デンチラ、エアマドっていうパーティーでねハイパープレミアの方潜っていこうかなと思います。だけどまあ1戦目なんですが、相手不思議バラで出し負けているので、これはデンチラに引いていこうかなと思います。でそれに対して相手がファイアローで追っかけてきたんですけれども、これはまあ悪くないですね。というかこれは勝っていけますね。確か、まあ、シミュレーション上だったら、飛びかかる連打でいけたんじゃないかな。相手の攻撃力を下げていって、で、こちらのね、ボルトチェンジャーね、抜群で入るので、まあ、それで勝っていけたんじゃないかなと思います。で、さらにね、ここで差し込みが入ったので、これ大きいですね。で、もう一つね、この対面で有利な点があって、相手の技って5ターン技なんですけれども、こちらのボルトチェンジャーは4ターン技なので、一発打った後にね、技を打っていけば必ずこんな感じでね、なんですかね、CCT が決まるので、まあ、これも強い点ですね。だけど、ま、ここで飛びかかれを打っていって、で、あとはね、相手の技のダメージが入る前にボルトチェンジ倒していって、タイミングをひっくり返すって感じですね。で、ここで相手が、エルレイドを出してきたんですけれども、これに対してもね、飛びかかれを打っていけるので、まあ、ここでね、逆転できたんじゃないかなと思います。で、どうですかね、これはね、ここで飛びかかれを当ててしまえば、相手の攻撃力が下がるので、まあ、ラグラージ死んでるのでね、ラグラージを出していこうかなと思います。もともとラグラージっていうのは相手のリーフブレードをね、一発耐えるんですよ、ギリギリ。で、今攻撃が下がってるので、これ食らってもやられないですね。なのでこれは受けていって、で、こちらはね、相手の次の技が飛んでくるギリギリのところまで様子を見極めながら戦っていくって感じになると思います。で、ここで相手が不思議花に引いてきたので、ここでエアムドを出していって、これはもういただきですね。もうエアムドはね、相手のね、技を完封しているので、まあ、どんどん受けていけるかなって感じですね。なので、こちらは起点を作りながら、裏のね、エルレードにもしっかりとね、ゴッドバードを打っていけるような状態を作っていこうかなって思ってます。まあ、エアムド、そうですね、ゴッドバード2発打てば、なんですかね、相手のエルレードをね、シールを剥がしつつ突破できると思うので、まあ、その調整をね、最後にね、なんやかんややっていこうかなと思ってますね。というわけで、こちらはゴッドバードをとりあえず2発分フルまで貯めていって、でここでゴッドバードを打つんですけれども、ここでねフルで打ってしまうと相手が飛んでしまうので、まあこんなもんですかね。これぐらい打てばおそらくね、あと2発でね相手の、ね、不思議バーを落とせると思います。なのでここでエアスラッシュ2発で落としていって、まあこれは食らってもやられないのでね、受けていって、で裏のねエルレロに対抗していくって感じですね。でまあこれも完璧な調整ができたんじゃないかなと思います。こちらはあと2発でね、なんですかね、ゴッドバル2発分溜まるので、ここで1発打っていって、で、相手のね、年利が4ターン技で、こちらのエアスラッシュが3ターン技なので、1発打っては、なんですかね、技を打っていく。1発打っては技を打っていくっていう動きをすれば、まあ、確実にとどめをさせるので、まあ、こちらの勝ちですね。だけど、まあ、ここでゴッドバードを打っていって、まあ、これは耐えないんじゃないですかね。まあ、エルレードは耐久ないポケモンなので、まあ、抜群疲れてるんでね、これで終わりですね。というわけで対戦ありがとうございました。今のバトルはそうですね、しっかりと何ですかね、対面をひっくり返すって言って、で、その後のね、エアムドのね、技のゲージのね、調整もね、完璧だったかなと思います。このパーティーはあれですね、まあ、巷で話題で結構ね、まくれるって噂だったので、まあ、ちょっと使ってみたんですけれども、まあ、割と良かったですね。というわけで、まあ、次の対戦なんですが、相手モジャンボで出し負けていたので、デンチラを出していきました。で、それに対して相手がエルレードを追っかけてきたんですけれども、これは終えてないですね。こっちが先に出てるので、まあ、どんどんね、飛びかかるで相手の、攻撃力を下げつつ、ダメージを与えていけるので、まあ、これは勝っていけるんじゃないかなと思います。というわけで、まあ、ここ一発入れていって、で、相手はどうだろうな。次技打ってくるんですけれども、これは防いでしまえばね、対面を奪うことができるので、問題なく戦っていきますね。で、今ね、差し込みも一発入ったので、この後一発で落ちるんじゃないかな。多分、ボルトチェンジ一発で落ちると思うので、まあ、ここでね、ゲージも溜めつつ、裏のポケモンを見ていくって感じになります。で、どうでしょうね、モジャンボ戻ってくるのかな、あるいは他のポケモンが出てくるかなと思うんですけれども、あ、モジャンボ出てきましたね。なので、まあ、ここに、飛びかかるを打っていって、まあ、これでね、相手の攻撃力を下げつつ、ダメージを与えてしまえば、まあ、十分戦っていけますね。で、もう一発撃っていけたらいいですね。というわけで、まあ、これ、もう一発撃っていけて、まあ、これでシールを剥がすなり、まあ、ダメージを与えなりできるので、まあ、これで、だいぶ、アド取れたんじゃないですかね。そうですね。まあ、ダメージを与えてって感じですね。で、相手がここで、まあ、岩なだれかな、まあ、パワーアップかどっちかちょっとわからないんですけれども、まあ、これは受けていって、で、エアムドを出していけばね、タイミングがひっくり返っているので、まあ、十分勝っていけるかなと思います。だけど、ま、ここでエアアームドを出していって、こいつを起点にね、戦わせてもらって、裏のポケモンを見ていくって感じですね。で、相手が岩ながら打ってくるんですけれども、
攻撃力ね、2段階下げているので、これは、ま、全く問題ないですね。ならこれ受けていって、で、相手のラストのポケモンが何かなって見てると、出てきたのがエンペルトですね。これはね、まあ悪くないかな。うん、ここでゴッドバードを当ててしまえば、多分ね、ラグラージのね、ハイドローカノン2発でね、ぶっ飛ばすことができると思うんですよ。うん、地震をわざわざ打たなくてもね、多分勝っていけると思うので、まあ、回転の速さもね、駆使して、ここはね、対面を奪えるんじゃないかなと思ってます。まあ、奪えなかったとしても、多分ね、相手のエンペルと瀕死まで追いやることができるので、まあ、問題なく戦っていきますね。うん。というわけで、こちらはここでハイドロカノンを打っていって、相手はこれ防いでくるかな、あるいは一発は受けるか、ちょっとまあ、微妙なところですね。まあ、どちらにしろこれはでも、オッケーかな。次のハイドロカノンはこっちの方が確定で早く打てるので、まあ問題なく戦っていきますね。うん。というわけで、まあ戦っていって、で、マットショットもね、これ見てるとダメージバカになんないですよね。うん。まあ相手鋼タイプが入ってるので、地面技はね、抜群なので、まあそんな感じで戦っていけてるかなって思います。だけど、ま、ここで相手のラストのシールドを剥がしていって、で、相手はここでたまらず技を打ってくるんですけれども、これで多分ギリ耐えるんじゃないかな。ギリ耐えて、さらにもう一発ぐらいマットショット当てられそうな気がしますね。うん、そうですね。で、ここでもう一発マットショット当ててしまえば、エアスラッシュ一発圏内になるので、これはあれですね、もう勝ち確ですね。うん。で、あとは戻ってきたモジャンボに対して、エアスラッシュ2発かな。うん、で、終わりですね。うん。対戦ありがとうございました。うん、このパーティーはね、今シーズン話題のね、ニドクイーンとか、毒ポケモンにね、結構強く出ていけるポケモンで、まあね、ちょっと満を持してね、投入してみたんですけれども、まあこのパーティーにした途端毒ポケモンが姿を消しましたね。うん。これね、GBL あるあるあると思うんですよ。うん、なんか環境に多いポケモンとかね、ちょっと厄介なポケモンを見たりに行ったら、全然それが出てこなくなって、で、逆に出し負けが続いていくみたいなね。うん。まあ、実際ね、これも海竜が出てきていて、もう万事休すですよね。うん。ただこれはね、もうただ変えただけではもう脳がないので、とりあえずね、ここはヘドロウェーブのふりをして、まあ、ハイドロカノンを打っていって、うん。まあ、これ貼ってくれれば、かなと思って打ったんですけれども、まあ、十中八九貼ってこないでしょうね。うん。まあ、このレギュレーションでハイドロ、カノンじゃなきゃ、ヘドロウェーブね、覚えてる可能性は低いので、まあ、張ってこないですね。ただ、まあ、ハイドロカノン一発入れと思ったことが、結構ダメージ入ったんですよね。で、これ二発目入れてみたら、ダメージ列こっちが勝ってるので、これ悪くないですね。なので、相手の次の技が飛んでくる直前で、まあ、エアームの出していったんですけれども、まあ、打ってこなかったですね。で、ここで、相手が、追っかけてきたのはエンペルトで、これはもうね、なんか、シーンとなっちゃいますよね、もう。なんかがっかりですよね。こんなやばいポケモンに追われてしまって、まあ、ガラルマッキョじゃなかった分良かったかなと思うんですけれども、うん、ただどうだろうな、これ。見てるとね、割と戦っていけてる気がしますね。相手が出すのがちょっと遅れてるのと、あとね、相手がね、ここはチャンスとばかりにね、ゲージを溜めてきてくれているので、まあ、そこになんとかね、こちら、多分このハイドロカノンを耐えて、ブレイバード打つことができますね。まあ、相手が打ってこなければなんですけれども、打つことができるので、これ打っていって、これ今一つとはいえね、結構ね、ダメージ入ると思うんですよ。うん。で、しかもここ一発今差し込み入ったじゃないですか。そのおかげでね、こちら今落ちているので、うん。まあ、起点にもされずに済みますよね。で、これは相手がしこたまゲージを貯めているので、ラグラージを受け役として出していって、で、なんとかしていくって感じですね。で、あわよくばハイドロカノン打っちゃかったんですけれども、まあそこは相手が許してくれなかったですね。うん。まあでもこれはしょうがないのでやられていって、ただ相手のエンペルトはもうボルトチェンジ一発圏内になっているので、3匹目がね、なんですかね、このデンチュラが通ってることを祈って戦うのみって感じですかね。あとはカイリュウがちょっとゲージを貯めてるのが気になるかな。で、出てきたのがシュバルゴで、これはちょっとめんどくさいというか、うん、やばいの出てきたかなって感じがします。まあ、そんなに悪くはないんですけれども、まあ、放電に貼られちゃうと辛いかなと思って、うん。ただね、もうこちらもうね、飛びかかるなんか打ってる余裕がないので、まあ、ガンガン放電打ってきました。で、これが入ったので、ワンチャン生まれましたね。もう相手はもうボルトチェンジだけど落とすことができるので、うん。これは勝てるんじゃないですかね。あとはカイリュウのドラゴンクローが飛んできちゃうかどうかっていうところの勝負になりますね。なので、まあそこだけどうだろうな。まあ結構貯めてるのでね、微妙なとこですよね。うん。まあ、とりあえずここは飛びかかるを打っていって、相手のね、攻撃力を下げていって、で、ここで相手が技を打ってくるんですけれども、今これボルトチェンジ入ったじゃないですか。これで相手落ちてるんですけれども、ここでもし相手がカイリュウに変えてきてくれれば、このボルトチェンジのダメージが裏のカイリュウに入るので、その後のこのもう一発のね、ボルトチェンジに倒していけて、これ良かったですね。相手が変えてこなかったら、ワンチャンね、ドラゴンクロー間に合ってたかもしれないので、まあそれ勝てて良かったですね。というわけで対戦ありがとうございました。
今のバトルは紙一重でしたね。こちらのね、あのボルトチェンジのダメージをシュバルゴからね、相手がカイリューに流してくれたおかげで、その後ね、一発のボルトチェンジであのカイリューを倒すことができたので、あそこでもしね、あのボルトチェンジを2発入れなきゃいけないことになっていたら、多分カイリューのねドラゴンクローが先に飛んできてしまって負けていたと思うので、うん、まあ相手がね、あのシュバルゴをやられるのを嫌って下げてくれたのが良かったですね。うん、というわけで、まあ、次の対戦なんですが、相手エンペルトですね。この対面はどうだったっけ、なんか出し負けてるような出しがってるようなちょっと微妙な対面、確か出し負けてたのかな、うん、まあ、ちょっとわからないんですけれども、まあ、どちらにしろ相手はね、あの自信に怯えながらね、あの戦わなきゃいけないので、まあ、悪くないとは思ってます。だけど、まあ、ここはね、あの、うん、あの自信を打っていきます。ここで下手にハイドロカノン打って、まあ、シールド貼られないよりは、まあ、しっかり打っていってとどめを刺した方が OK なので、まあ、そうしていきました。でね、あの倒すことができたので、うん、これだいぶアド取れましたね。まあ、シールドはね1枚取られちゃったんですけれども、うん、ダグラージがこれだけピンピンに来ていて、でしかもここで出てきたのがキングドラだったので、もうこれもエンペリュールだと思って戦っていけば、まあ、ある程度ね戦っていけるかなと思います。なので、これはもうどんどんね、あのブラフなんかなしであの自信を打っていって、うん、でもう一発自信打ちたいなと思ってるんですけれども、まあさすがですね、しっかりとこちらのゲージが溜まったタイミングを、まあ、計算に入れてね、とても刺してくるんですが、でもこれ貼っちゃおうかな、これ貼っちゃって OK ですね。これ貼って、あのエアームドがね、あのまあ相手のラストがカイリューだと踏んでいるので、あの竜の息吹にねノーシールドで戦っていけると思うんですよ。なのでここでも自信打っていって、これと分かるように打っていって相手のシールド剥がして、まあ戦っていこうかなと思います。で、ここはエアームを出せば、相手はね、あの、激凛打とうが、あの、オクタン砲打とうが、まあ、大したダメージにならないので、まあ、そのまま戦っていきますね。まあ、多分、オクタン砲打ってくるんじゃないかな。オクタン砲で、ワンチャンデバフを狙って、で、すかさずね、カイリーに変えてくると思うんですよ。で、そこを、あの、デンチュラで追っかけていけば、相手はシールドが残ってないので、まあ、十分戦っていきますね。なので、まあ、しっかり様子を見て、で、相手が変えてきたのを見てから、あの、デンチュラを出していきます。で、これはね、あの、相手のね、ドラゴンクロー一発耐えてくれるので、その前にね、放電を入れていって、うん。で、放電一発入れてしまえば、相手ね、あの、空飛ぶドラゴンなので、まあ、等倍ですし、まあ、もともとね、その耐久があるポケモンじゃないので、かなりのダメージを負わせることができますね。うん。だけど、まあ、ここで、放電を打っていって、もうシールドが残ってないのでね、これはもう相手は食らうしかないですね。で、まあ、これを当てていったら、この後は、ボルトチェンジでゴリゴリ押していくんですけれども、まあ、先にやられちゃうかな。ただもう、あれですね、相手のカイリーはエアマドで起点にできる HP なので、まあ、しっかりと倒していって、で、戻ってきた、キングドラにブレイバードを打てば、こちらの勝ちですね。まあ、相手の HP はもう残り、どうだろう、ブレイバード一発で落ちるかな。うん、多分落ちると思いますね。うん。うん、そうですね。うん。というわけで対戦ありがとうございました。うん、どうですかね。あの、噂通りなんか無限のまくり筋がありますよね。うん。まあもちろんね、あの、全然ね、通用しないこともあるんですけれども、まあ引き先のデンチュラとかね、まあその辺が優秀なのかなと思います。あの、デンチュラに対して相手が少しでも反応が遅れると、あとは追えないと、もう結構ね、あの、こちらの勝ちが確定するみたいな、そんなパーティーなので、まあ強いですよね。うん。というわけで、まあ次の対戦なんですが、相手ラグラージで、これはね、私ね、あれなんですよ、どっちが先に発動するかわからないじゃないですか。なのでね、あの、ハイドロカノンなんて技打たないですね。もう、勇気の自信を打っていって、まあ、そこでね、あの、一か八かの勝負を仕掛けるのが、まあ、個人的には好きですね。なので、まあ、行かれているので、ここで自信を打っていって、まあ、こちらね、まあ、張らないと踏んで、なんですかね、受けていったので、まあ、相手もね、これね、張らないんじゃないですかね。でも、これ入れてしまえばだいぶアド取れるので、今度は相手の、あれですね、技のタイミングでエアムロで受けていって、で、エアムロは耐久があるのでね、ハイドロカノン一発食らってもね、全然びくともしれないので、まあ、自分で戦っていきますね。で、このままエアムロでゴリ押しさせてもらって、もう一発飛んできちゃうんですけれども、多分ね、エアスラッシュだけで落としきれますね。うん。まあ、エアスラッシュだけで落としていって、で、あとは、裏勝負になります。まあどうだろうな、相手がこのエアムロに対して突っ張ってきてるところを見ると、あんまりエアムロに強いポケモンいないんじゃないですかね。うん、多分そんな感じはしてますね。で、ここで出てきたのがアローラベトベトンで、これはまあ悪くないかな。うん、まあ悪くないですね。まあこちら、なんですかね、ラグラージも残っているので、うん、まあ十分戦っていけるかなと思います。ただここはブレイバード打った方が良かったかな。うん、まあシールド貼らない読みで、まあブレイバード打って、まあどちらにしろにやられちゃうので、うん、あれですね。まあ、相手が誘致してくるか、くれるかなと思って、まあ、ちょっとやったんですけれども、まあ、どうせならブレバードでしたね。で、ラグラージを出していって、まあ、ゲージが溜まっているので、まあ、ある程度戦っていけるんじゃないかな、おそらく。
おそらく戦っていけますね。まあ、回転でももともといい勝負ですし、まあ、悪くないんじゃないかなと思います。ただこれはちょっと差し込みっていうかあれですね、CCT をちゃんと決めた方が良かったですね。3発で打ってしまったので、しっかりと4発打ってからね、打つべきでした。まあ、そうしないとね、相手の回転もバカにならないので、まあ、下手したらね、突破されてしまうので、まあ、ちょっと失敗しましたね。何ですかね。たまにね、やっちゃうんですよね。CCT のこと、すっかり忘れて。で、ここもね、まあ、CCT 決めるべきだったんですけれども、まあ、一発入れられちゃってますよね。で、ここで相手に2発分得をされてしまってるので、まあ、これはね、あんまり良くない例かなと思ってます。で、まあ、とりあえずここでハイドロカノン打っていって、で、まあ、今のね、2発の差し込みをね、差し込みというか CCT の失敗というか、まあ、CCT を意識しない戦い方をしてしまったおかげで、この後ね、下手したら悪魔波動がね、先に飛んできちゃう可能性もあるかなと思ったんですけれども、まあ、でも、まあ、シールドをね、貼ってね、1か8かにかけてみました。で、こちらが先に打てたので、これ良かったですね。これで、あれですね、相手のアロベトを突破していって、あとはデンチラとラグラージでラストを見ていくって感じになると思います。で、最後に出てきたポケモンが、ネギガナイトだったので、これは悪くないんじゃないですかね。放電を当ててしまえば大ダメージが入るので、その後はボルトチェンジと、あとはマットショットでなんとかなるかな。多分それぐらいまで削れますね。で、相手の技はね、これね、一発なら全然受けていけるの受けていって、まあ受けるしかないんですけれども、で、ここで放電を入れていけば、相手が、まあ赤ゲージでだいぶ減るかな。で、相手的にはね、技を打たないと、まあ、ちょっとピンチなところまで追いやられてしまうので、慌てて技を打ってくるので、まあ、それに対してね、最後は、マットショットで、とどめを刺すって感じですかね。で、まあ、これは、あと、どうだろうな、相手は、まだゲージ全然溜まってないかな。溜まってないので、マットショットのね、威力がないとはいえ、多分勝ちきれるんじゃないかなと思います。そうですね。というわけで対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、GBL 界隈でね、話題のね、ちょっとマクリス人の多いね、このラグラージ、デンチラエアムドって、パーティーで潜ってみたんですけれども、まあ、最初のね、2、3セットかな ?2 セット半ぐらいは使い慣れてなくて結構負けちゃったんですけれども、まあ、でも後半はね、だいぶ、使い方も慣れてきて、まあ、勝てるようになって、まあ、本当慣れれば悪くないかなと思います。ただやっぱりゲージの管理とか、まあ相手のポケモンの裏読みとか、まあその辺がすごく重要になりますね。あとはデンチラの出すタイミングですね。これも本当に重要で、相手のね、なんだろうな、隙を見て出していかないと、デンチラがやっぱりボルトチェンジね、4ターン技で、もっさりしているので、相手がね、交代を遅れるようなタイミングで出していかない、いった方が、まあ行かないとってことはないですね。出していった方が、あれですね、アドを取れますね。相手がもたもたしてる隙にボルトチェンジをね、一発二発入れていって、こっちはしっかりゲージを貯めるっていう動きができるので、まあそこがね、結構重要なポイントになるかなって思います。あとポイントとしてはエアブドですかね。このポケモンがやっぱりね、まあ、結構ね、偏りのあるポケモンなんですよね。まあ草ポケモンに圧倒的に強いとか、まあ、あとはね、甘える族には、まあ圧倒的とまでは言えないですけど、そこそこね、まあ、強いですとか、まあ、あとはドラゴン族にもね、強いっていうところがあるので、まあ、そこにね、しっかりぶつけていくっていうのがポイントになりますね。そうですね。まあ、技がね、飛行技しかないので、まあ、まあ、覚えさせればあるんですけれども、ラスターカノンとかね、あるんですけれども、まあでもさすがにね、ちょっとね、このレギュレーションでラスターカノン打つ場面はね、まあそうそうないと思うので、まあ基本的にはね、エアスラッシュ、ゴッドバード、ブレイバードっていう、技構成になると思うんですよ。なので、まあ飛行技がね、まあ刺さる刺さらないで、だいぶ、あれですかね、まあ勝てるか勝てないかが変わってくる場面もあるので、まあそこは、ちょっとね、注意が必要かなと思います。なのでまあエアームドはそうですね、まあこちらの技が当倍とか抜群で入るタイミングを作っていくか、あとは相手の技を今一つで受けられるタイミングを作るか、まあここにかかってますね。なのでまあ途中エンペルトとかね、あれはちょっと辛いタイミングにはなっちゃったんですけれども、まあ総合的にね、最終的にはなんすかね、まあ、勝ち切ることができたので良かったんですけれども、まあでもね、ああいったね、ピンチな場面を招いてしまうこともあるポケモンなので、まあ、そこら辺がね、運用が難しいかなとは思います。とはいえね、圧倒的出し負けとかね、あとはね、ラグラージ同士の当倍のね、ぶつかり合いとかでもね、勝っていけるポテンシャルを秘めてるパーティーなので、まあ、なんですかね、そういうなんかマクリスチを作るのが上手い人とか、なんかね、チャレンジしてみたい人は、まあ、使ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとポケモンの詳細に関しましては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。